どうもです。トミカ大好き、ミニカー大好き、親父でございます。今日はちょっとね、トミカ見に来たら、私の好きな、まあスポーツ系はそうでもないんですけど、なんかね、ワゴン系の備品のね、ミニカーいっぱいあるんで、ちょっと見ていこうと思います。はい、ってことでね、ざっと紹介していきたいと思います。まずはね、こちら908円、エルグランド2010年、これは結構ね、程度がいいですね。これなんかも割といいかな。2008年のアルファード、これもなんか状態いいんだよな。割とね、こういう系の、こちらもね、216円、これはオデッセイかな、2003年ぐらいのオデッセイ。こちらもね、216円で、2008年のランクル、これもね、すごい状態。こういう系のね、私あんまり好きじゃないんで買いはしないんですけど、こんなのがちょっとね、ゴロゴロあるんですよね。あとは2000年のエスティマだね、エスティマ。ちょっと関係ないんですけど、マツダのデミオ、これも2008年かな。なんかね、相当綺麗なんだよね。あとこれのね、バス関係なんかもちょっと綺麗なのがあって、トヨタコースターっていうのかな、まあ、バスちょっとわかんないんですけど。あとはこちら、2004年の三菱グランディス、あとこれも綺麗、216円なのに。2006年のね、日産セレナ。これも綺麗。2007年のデリカ D5 だね。D5 って2007年か、結構経つんだな。これも状態すごい。これもステーションワゴン、ステップワゴンか、1997年ステップワゴン。1998年エルグランド、これも綺麗。2004年ウィングロード、2008年アルファード、ロンドンバス、綺麗だな。
2008年 X トレイル。これなんかもあんまり見ないんじゃない？そうでもないかな。私こういうの見ないから全然普段気にならないんだけど、2003年エレメントっていうのかな。状態ね、すっごいいいのよ、ここら辺の。もう好きな人いたら多分ね、一気に買っちゃうんだろうね。私はさ、本当にスポーツカー系が好きだからさ、そこまで引っかかるほどではないんだけど、こういうのがちょっと面白いな。なんか昔のトラックみたいなやつ、結構キラキラして状態がいいな。日産ディーゼルって書いてるのかな。これもなんか状態、まあ、ここら辺は分かんないけど、ワゴン系は多分ほんとまとめて売ったのかなっていう、同じ人がね、そんなような印象をねすごい受けました。こっちの方があとはないかな、そんなには。うん、多分あそこら辺で固まってるぐらいか。頑張りに。これも欲しいんだけどな、状態がもう一つだな。ここら辺は別に324とかでもいいかな。結構こうトミカ多いんだよね。でレア系の商品なんかもちょっとこうやって入ってて、ここら辺の方が高いな。これもなんかディズニー系がちょっとね鎮座してますね。あとはこれはイベント系かな。チョロ Q なんかもあるね。レトロ系というとこれなんか、グロリアだとかね、バスなんかも置いてあるね。サバンナ RX7 のレーシング、ちょっと状態悪いな。あ、でもこういうところにちょっとレア関係置いてあります。ローレルか、なんか新しいのは入荷してるかな。なんかやっぱり日本製ってだけで、これなんかちょっと状態いいよね、かなり。うん、少し入荷したのかな。以前見た時より内容がちょっと変わってるような感じがします。あ、 FC があるじゃん、1620円。状態はなんか良さそうだけどな。ちょっと見えるかな、このさ、リアのガラスのなんか傷なのかなと思ったら、ワイパーなのかね、これね。傷材なさそうだ。そう考えるとかなり状態いいな。1620円だとクーポンで1100円で買えればちょっと安いかなっていう、そんな感じを受けてます。あ、状態いいかもしんない。うん、FC ちょっと欲しいな。で、実はね、私がね、1台気になってんのがあるの。それがね、これ。FD。FD のね、パトカー。108円、安いんだよ。ただね、状態がね、ちょっとここ見えるかな。リップスポイラーのこの、フロントスポイラーのちょっとこっち側の内側のところがね、やや傷があるのね。ただサスペンションとかは多分いかれてなさそうだから。で、テールもは割と綺麗だけど、若干小傷があるかな。ドアの開閉はちょっとわからないけど、これ100円ならちょっと買っていこうかなと思ってます。以上です。ご視聴ありがとうございました。トミカ大好き親父でした。バイバイ。